元気が出る絵手紙、大場康之です。今日は高校の修学旅行で行った京都の思い出、本当にあったことです。卒業文集ではなくて修学旅行の文集、寄稿文の中に友達が書いた文です。まあ日にちは適当ですね。あ、間違え。30日とかじゃない。1日って書くかと思ったら30日違う。ちょっと直してみようかな。ちょっと直しちゃおうかな。これたまにはね、辻褄が合わなくなっちゃうので。うわっ、あら、一回いや、はい、1日になっちゃった。あーっと、とこんなのがついちゃって、あれ、もういいや、完成です。寄稿文、6月30日雨、7月30日改め、7月1日大雨、7月2日晴れ、これぞ寄稿文。本当に高校の、あの修学旅行の寄稿文に友達が書いたこの寄稿文が載っておりました。すごい友達だな、あれ。ありがとうございます。